レッドホットチリペッパーズ、レッドホットチリペッパーズ、レッドホットチリーペッパーズは、アメリカ合衆国カリフォルニア州出身のロックバンド。主な略称は、RHCP や、ザ・チリーペッパーズ、日本でのみ、レッチリなど、2012年にロックの殿堂入り、2018年現在、オリジナルアルバムを11枚、ベストアルバムを2枚発表している。代表曲として、 Give it away, under the bridge, around the world, スカーティッシュカラフォーナカヨション by the way, can't stop, カリフォルニアなどがある。メンバーが、それまでに所属していたバンドには、チェーンリアクションや、アンセムなどがある。1983年、アンソニー・キーディスト・フリー、ヒレル・スロバク、ジャック・アイアンズによりバンド結成。1984年キャピトル、 EMI と契約し、デビューアルバム、RED HOT c h i l パー p e p r s をリリース。プロデューサーに Gang of Four のアンディ・ギルを迎えて作成されるが、この作品にはヒレルとジャックは参加していない。1985年ヒレルが復帰して、アルバム、f r e キ k y STYLY をリリース。プロデューサーにジョージ・クリントンを迎えて作成された。1987年アルバム、G。 アップリフトモフォパーティープランをリリース。前作で復帰したヒレルに続き、ジャックもバンド復帰して制作された作品で、最初で最後のオリジナルフルメンバーによるアルバムになった。このアルバムから初めて日本版が発売される。1988年ヒレルがヘロインの接種型により死亡。これに伴い、ジャックもバンドから脱退してしまう。 1989年から新メンバーにジョン・フルシアンテ、チャド・スミスを迎え、アルバム、母乳をリリース。このアルバムの裏ジャケットの絵画は、ヒレルが生前に描いたものである。初めてのチャートヒット作品となり、この頃から大会場規模なツアーを行うようになる。1991年キャピトル、EMI から、ウォーナーブラザーズ・レコーズに移籍し、アルバム、 ブラッド・シュガー・セックス・マジックをリリース。全世界レベルでのブレーク作品となる。現在のプロデューサーであるリック・ルービンを迎えた作品。このアルバムに収録され、シングルカットされたアンダー・ザ・ブリッジで初の全米1位を獲得。また、同じくシングルカットされたギブ・イット・アウェイはグラミー賞のハードロック部門最優秀シングル賞を受賞している。 1992年世界ツアーでの来日中、ジョンが突如帰国、脱退してしまう。1995年ギタリストにデーブ・ナバロを迎え、アルバム、ワン、ホットミニットをリリース。しかし、デーブはこの作品のみで脱退してしまう。1999年、ジョン・フルシアンテが復帰し、アルバム、カリフォルニケーションをリリース。スカーティッシュ、スカーティッシュで、 二度目のグラミー賞を受賞。驚異的なセールスを記録し、現在までの最大のヒット作となる。2002年、アルバム、バイザウェイをリリース。チャドが、ベリー・ジョンと表現したように、ジョン色が全面に押し出されたアルバムとなった。アルバムチャートでは、ついに、イギリスで1位を獲得した。2006年、アルバム、ステリアム・アーケーディアムをリリース。 初のアメリカアルバムチャート1位をはじめとして全世界24カ国で1位を獲得。日本のアルバムチャートでも2枚組の洋楽アルバムとしては史上初の初登場1位を獲得した。先行シングルとなったダニカ・カリフォルニアが同年に日本で公開されたデスノートの主題歌して採用。同アルバム収録のスノーもデスノート・ザ・ラスト・ネームの主題歌に採用された。 また、このアルバムで3度目のグラミー賞を受賞している。2006年から7月28日に、テレビ朝日系の音楽番組、ミュージックステーションに出演。日本のテレビ番組で、生出演や演奏は、デビュー23年目で初めて。2007年から3月19日の京セラドーム、大阪、3月22日23日の東京ドームの公演はいずれもアンソニーが、 急性肺炎、10日間の絶対安静との意思の初見のため、3月17日の来日直前になって、急遽延期された。2009年、ジョン・フルシアンテがソロキャリアで自分の思考を突き詰めたいとして脱退。2007年から2年間のレッドホットチリペッパーズの活動休止がきっかけであった。2011年から、新ギタリストとして、 ジョシュ・クリング・ホッファーが加入し、アルバム、I'm with You を前作から5年ぶりにリリース。リリース感覚として5年のブランクは結成以来、最長である。2012年ロックの殿堂入り、2016年プロデューサーとして、フィフスアルバムから前作まで長年起用してきたリック・ルービンの手を離れ、新たに、ナールズ・バークレイやブロークン・ウェルズノを迎え制作された、アルバム、ザ・ゲタウェイを、 前作から再び5年ぶりにリリース。アンソニーは、ギタリストの座が安定しないのは、誰もヒレルの穴を埋められないから、とコメントしている。ジョン・フルシアンテを含めて、ギタリストの座は、数々のメンバーチェンジを経験した。また、ジョンを含む、この中の多くが、ストラトキャスターの使い手である。チリペッパーズは、ファンクとハードロックや、パンクロックを混ぜ合わせた。 いわゆるラップロック、ファンクロック、ミクスチャーロックバンドの一つとして有名である。初期はフィッシュボーンやジェーンズアディクションなどと共に、これらのパイオニアとして活躍し、その評価向上に大いに貢献した。サード、ジ、アップリフトモフォパーティープランまでは、アンダーグラウンドの活動がメインであったが、フォース、母乳で知名度を上げ、フィフス、 ブラッド・シュガー・セックス・マジック世界的人気を誇り、バンドと共に一躍、ラップロックやファンクロックといったジャンル自体をメインストリームへと急浮上させた。その後は、たびたび音楽性を細かく変えながらも、ファンク・パンク色は薄れ、メロディー路線が顕著となり、会心の復帰作セブンス、カリフォルニケーションは、ブラッド・シュガー・セックス・マジックをしのぐセールスを記録し、 現在までの最大のヒット作となった。音楽面で初期のバンドをリードしていたのはフリーであり、そもそもバンドの結成理由が、フリーのベースラインとアンソニー・キー・リズのライミングのマッチングが思いのほか良かったからというものだったことも含め、まさにバンドの核といえる存在だった。中期以降は、ジョン・フルシアンテの活躍が目覚ましいが、フリーやチャド・スミスらもライブと音源双方において、 依然として大きく貢献している。2002年6月、グレインドハウスマガジンにて、フリーが同じことを繰り返して成長しないというのは絶対に嫌だね。人間として成長すれば音楽も成長し、そして変化する。俺たちは成長したい、変化したいっていつでも思ってる。それが最も重要なことさと語っている。これまでの歌詞はほとんどボーカリストであるアンソニーによるもの。 初期から中期にかけての主な題材は、ドラッグや性的盗作、アルコール、弾根主義、パンク的アナキズム、ファンク的快楽主義などであり、その音楽自体ともよくマッチングしていると言えるだろう。キャリアの中期以降は、ヒレルス・ロバクの詩などの様々な影響で、詩的で、叙情的な歌詞も多く見られるようになった。彼らの最大の特徴は、ライブでのパフォーマンスにあるとも言える。 初期の頃は、アンコールなどで、ペニスソックス、靴下り曲部を隠した以外は、全裸の格好で登場。ある意味、この姿が、トレードマークにもなっており、その破天荒な振る舞いが話題を呼んで、彼らは結成後それほど間を置かずに、すぐレコード会社との契約にこぎつけることができたが、とあるストリップバーで毛下ろしつしながら演奏した際は、店長から、大目玉をくらったという。 これをはじめとし、ロラパルーザ92では、アンコール時に皮膚きヘルメットを着用して、さらにウッドストック94では、オープニングで巨大な電球のかぶり物をつけて登場し、キブイットアウェイを演奏した。また、カリフォルニケーションキー以降も、メンバーのノリによっては、数多くのライブで、前述のペニスソックス姿を披露することもある。最近は、めっきり減っている。さらに、 ウッドストック99ではフリーが終始全裸でベースを引き通した。パフォーマンス中にボート化した一部の観客が放火騒ぎを起こし、アンコールではメラメラ燃える炎を遠方に眺め、ファイヤーを演奏した。1997年の第一回フジロックではアンソニーが腕を骨折したまま台風の中でライブを観光。このライブではステージ破損のため30分でライブを。 強制終了した。また、ステージ上で繰り広げられる即興演奏やジャムセッションも彼らの評価と人気につながっている。同じ曲でも毎回ニュアンスを変えており、同じように演奏することはまずない。フルシアンテ在籍時にはライブ冒頭と終了時に長いジャムセッションが繰り広げられていた。チリペッパーズが少年期に大きく影響を受けたのは、 キスや、レッド・チェッペリン、ジミ・ヘンドリックスなどのハードロックや、セックス・ピストルズや、ザ・クラッシュ、ギャング・オブ・フォー、ラ・モーンズ、ザ・ストゥージーズなどのパンクロックである、ヒレルとジャック、フリーの3人は、高校時代これらのカバーバンドをやっていた。フリーの腕には、ジミヘンの入れ墨が彫られている。チリペッパーズの音楽性を形作る上で影響を受けた、と彼らが語るのは、ジョージ・クリントン。 セカンドではプロデューサーを務めたファンカデリック、スライアンドザ・ファミリー・ストーンなどのファンクやパブリック・エナミーなど当時から対等しつつあったヒップホップである。ジョン・フルシアンテはこれら以外にはパブリック、イメージ・リミテッドなどの前衛アーティストやフガジなどのハードコアに影響を受ける一方、メロディラインの美しいポップミュージックも少年期に影響を受けたと語る。ライブの合間には BG's の、愛は、きらめきの中に、などのポップミュージックをたびたび弾き語っていた。アンソニーは、ブラッドシュガーの DVD などで、パブリックエナミーのキャップや、T シャツを着用している。ライブでこれらのアーティストの楽曲をカバー、または、共演が多いが、その多くは音源化されていない。いくつかのカバー曲は2012年に、ロックンロールホールオブフェームカバーズ EP として、 音源化されている。2016年アメリカ合衆国大統領選挙では、バンドとして民主党のバーニー・サンダースへの支持を表明。これに関連し、2016年2月5日に、ロサンゼルスのエースホテルのザ・シアターで、バーニー・サンダースの選挙資金を集めるためのライブを行うことが決定。アンソニー・キーディスは次のように語っている。また、フリーは次のようにコメントしている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。